頻繁にお咳をしていましたから、少し呼吸系なさった方がよろしいのでは。なるほど、花粉症でしたか。それでしたら、なおさら休憩した方が良いと存じますわ。あらあら、たかが花粉と侮ってはいけません。それに、お辛い時に自分を追い込むのは感心しませんもの。ええ、これは花粉症に限ったことではありませんが、苦しい時に必要なのは労働ではなく、ご自身をいたわってあげること。それでも、休憩してる時間はない。と。ふふ、お姉様は本当に頑張り屋さんですのね。それでしたら、そのまま作業を続けていても構いません。その代わり、私がお姉様のお体をねぎらって差し上げますわ。ふふ、お姉様がご自身をいたわるいとまがないとおっしゃるなら、お姉様のお体を治療するのは私の役目ですもの。気にしないでくださいまし。風邪と違って花粉症は空気感染することはございませんので、こうして密着していても何の問題もありませんもの。キュー、ふふふ。ではでは、お耳のケアを始めましょうか。お耳をほぐすのは花粉症や疲れを取るのにとっても効果的ですもの。お姉様の不調を治すためにもしっかりと揉んでいきますわ。あら、ずいぶんと汗をかいていらっしゃいますこと。いえいえ、お気になさらず。こんな状態でずっと作業をしていて、きっとおつらかったでしょう。これならまずは、濡れた布巾でお耳やお顔を拭いていくとしましょうか。ええ、お姉様がお風邪まで召されぬように。それでは、お耳、失礼しますね。できるだけ
耳の汗は、おおむね拭けましたわ。ふふ、お姉様のためを思えば、これくらいなんてことはありません。それでは、次へ参りましょうか。はい、お耳のマッサージ、していきますわ。私の手にしっかりとお色をなじませて。お姉様のお耳、触っていきますわね。
じますもの。ふふ、血行が良くなってきてる証拠かしら。今日
じゃあお次はこのこんにゃくスポンジでさらにお耳をほぐしていきましょうか。ふふ、参りますわよ。冬は終わりましたが、まだまだ油断はできませんから。
ですが。
反対側も。
耳のケアはおしまいですわ。うん、しょっと。それでは、私のお膝へどうぞいらしてくださいませ。お姉さまの頭を好きなだけ太ももに進めてください。ふふ、ようこそですわ。疲れた体をゆっくりとねぎらってくださいね。お姉さまの望むだけここにいてくださって構いませんので。よし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 。それではこちらの方から耳かき始めていきますわ。失礼いたします。してますもの。ふふ、
よろしければ、今日はずっとこのまま。私のお膝をお姉様のお好きにしていただいて構いませんから。
お耳はおしまいですわ。お休みのところ申し訳ないのですが、反対側を向いていただけますか。え、私のお腹の方へ。眠い中、どうもありがとうございます。誠に助かりました。それでは、こちらも反対側同様にやっていきますね。まずは耳かきから。
こと。起こすのがもったいないくらい。今日はこのまま休んでほしいとは思いますけど、さすがにそれは私のわがままかしら。うん、やはりここは起こして差し上げましょう。私を信頼して目覚ましを任せてくれたのですから。ほら、起きてくださいませ。お姉さま、おはようのお時間ですわよ。おい、あ、お目覚めになられましたか。ごきげんようですわ。ふふ、よく眠れましたか。ええ、耳かきは終わりました。別に焦らなくても、起きるのはお姉さまのペースで大丈夫ですよ。ええ、もしまた頑張るのなら、すぐに起きて、机に向かってもいいですし。このまま私の膝枕で眠りたいとおっしゃるなら、それでも構いませんわ。はい。お姉さまのお好きなようになさってくださいませ。私はお姉さまの意思を尊重しますわ。ええ、お姉さまはもう十分頑張りましたから。はい、ゆっくりと考えてくださいね。ティッチもお時間もまだまだございますから。